アップルがアップストアの支配的地位を乱用しているとして、賠償を求める申し立てがイギリスで行われています。申し立て書によると、2000万人近くのイギリスユーザーに賠償請求が認められる可能性があります。アップルは数百万人のユーザーに料金を過剰に請求することで、イギリスの競争法に違反しているとする賠償請求の申し立てに直面しています。 テック大手アップルは自社のアップストアでの競争を故意に排除していると非難されています。アップルはまたユーザーに同社独自の決済システムの利用を強制し、それによって過大な利益を生み出しています。申し立書では、アップルの30%に上る開発者の手数料が不公正であるとしています。 イギリスの集団申し立てはデジタル経済の専門家であり、ロンドン大学キングスカレッジで講師を務めるレイチェル・ケント博士によって起こされました。ケント博士は、アップルはアプリ市場へのアクセスを用心深く管理し、全く不当な加入量や利用量を請求していると述べています。昨年のアメリカ議会による調査では、アップストアの全世界での年間収益は106億ポンド。 1> 約1兆6300億円。経費は7100万ポンド、約109億円と推定されました。これは収益が経費の150倍だったことを意味します。申し立て書によると、2015年以降にイギリスでアプリを購入した人々、約2000万人に賠償請求の権利が認められる可能性があるということです。NTD ジャパンがお伝えしました。